ちょっとシャインマスカットの、これダムか一口で食わなきゃいけないか、これいただきましょう。やばいっす。ゆるさいずみのフィールファイン TV、 鳴子温泉駅から徒歩900m、今回の鳴子温泉郷オープニングはもちろんこちら、鳴子温泉菅原分店鳴子さんです。鳴子って読むのはね、これはこの当地のね、お年召した方が皆さんそのようにね、いわゆる鉛というやつですか、なります。営業中です。さあ、というわけで、駆けつけ札幌こぼすダメな人間、酔っ払いですね。各杯の酔いが残ってますね。いただきましょう。ブハー、シビア取れますね。ワンパターン。さあ、大混雑の分店さんですが、当てが出てきました。やばいっす。シャインマスカット&柿の柿だね、柿の白あえと、これが、クリームチーズマグロシュトーと、これが、サーモン、スモークサーモンバター。やばいっすね。またこの、ね、お酒を飲ませるプレーの、いただきます。まあ、まずこっちからですね。多分これ柿からですね。これね、パトナコさんはこれを牡蠣って発音するんですけど、これ柿だよね。まあ、ね、パトナコさんどこ、広島とかですか、ね、出身。みんな本当検索しても正体ほとんど出てこないんですけどね。まあ有名な声優さんだと思います。うまい。すごい。最初に白あえの白あえの感じ、なんか語彙少なくてすみません、語彙力。で、その後に牡蠣の旨味が来て、最後にふわっとこうね、おまがとかきます。やばいっす。これちょっとシャインマスカットの、これダムか一口で食わなきゃダメか、これ。いただきましょう。やばいっす。体が踊っております。うますぎた、はい、そしてマグロシュトークリームチーズ、間違いないね。この魚の発酵した味とチーズ、いろんな意味でその発酵食の広がりですよね。そしてこのスモークサーモンバター、これも油の塊だからうまいに決まって、今脳がヘブンになる、ヘブン状態なんですね。今日またおいしいおいしい、ブッテさんありがとうございます。お酒飲まなきゃ。お願いします。おせありがとうございます。秋バタである。2023年秋バタ純米吟醸さん、お味はいかがでしょうか。もう配線とかビシとかいっぱいありますけど、いただきましょう。辛口で、やや濃純辛口、米の味ががっつりきますね。そして米の味の後に余韻で酸味と米の味がまだ残る、素晴らしい。これとこれ、これなんじゃないかな、クリームチーズシュート。幸せです。させていただきたいんですけども、ただいまこれ850円で、この量で850円でこちらのクー、
田口鉄道ですよ。蓬莱線、奥三河の線所蓬莱線ですね、の、生原酒、純米大吟醸生原酒ですね、はい、はい、田口です。設楽町田口です。ね、田口鉄道です。よいしょ、いただきましょう。おお、これすごいですね。あの、なんだろう、熟成っていうか、その山灰的なその熟成の味が結構メインにあるんだけど、それ以外の雑味一切ないです。美味しいです。あの甘口でも辛くても中間ですね。でむしろこちら米の味がすっきりですかね。あの、まあ、むしろって何、これがやばいんですけど、すみません、誕生月というのをこれいただいたんですけど、これがねやばかったです。米の味以外の一切の雑味がないっていう、やっぱいい酒でした。はい、でもまあこっちの方が多分日本酒としての面白みあるんだろうな。まあ、で比べてどっち美味しいかってこちらですけど、大変ありがたいですね、またね。これもう動画撮ったかどうかも忘れたんだけどさ、あのね、サービスでいただいたやつをちゃんと改めて正式オーダー、正規オーダーですね。おお、この米の味以外の一切雑味がないグレーツ、そして後味に甘み、そしてその甘みが速攻分解されて酸味。おお、これはうまいっすね。あの田口鉄道ですよ、豊橋鉄道田口線ですね、いわゆるね。もう何を言ってるんだって話ですけど、設楽郡設楽町田口ね、赤色先生の設楽さんの設楽です。全くどうでもいい情報、ブリンコですと言って図されたけど、いやブリとリンゴは分かるけど、これブリじゃないから、ね、これはあの絶対イブリガッコチーズだよ。イブリガッコチーズの略でブリっていうのなかなかね。あのあーこのあー乾杯してるよ。あシナモン効いてる。おーうまい。このスイーツでもあり当てでもある状態がやっぱり両側に振り切っていて、何なんだこれ状態でございました。美味しい、ありがとうございます。メンブレンの価値は本に書いてて見つけたオリーブオイル、わーアーモンドだよこれ、テカテカや。美味しい、幸せです。綾子さん、僕またやのお待ち飲んでます。はい、そしてお待ちくださいそれ八丁マスターバリの親父ギャグこれ多分鳴子温泉菅原分店鳴子さんから徒歩 1.4 キロ歩いてきまして、こちらね、監修さん、東鳴子温泉の、今並んでる赤い地区の中では最も古い宿ですね、ということになります。ということでチェックインです。予定より1時間遅いんだよね。はい、無事チェックインできました。いろいろとご主人が結構ね、あの個性、あふれる方で楽しい方で、会話楽しませていただきました。本日ですね、なんか35人で広告数が飛ばるらしくって、まだ来てないんで今のうちにいろいろ巡ってくださいということなんでね、巡りしたいと思います。ここは2種類厳選があるんだよ。はい。で、かつ、あの、まあ、あの女子だからっていうね、もう笑うなお前ら。はい、女子だということで、ね、あの、いや、格安、最安値プランだったんですけど、Wi-Fi とトイレ付きのお部屋にね、書いていただいて、ありがたい限りです。お世話になりまーす。そう。
これも謎なんですけど、これタンクの厳選タンクこれね。男と書いてあるということで。はい、というわけで、まず早速監視中さんのね独自厳選入っていただきます。私の監視中さんもこれ20年近く前に独自厳選に入ったきりなんだよね。ああ、それなりにこれ熱いぞ。よいしょ。曇ってるし、もうねこれね、さっき成分分析表を脱衣場で見たんですけど、48度と、これもうそのダイレクトですね、これね、ほぼね、今44度ぐらいですね。よいしょ。いや40度ね、43度だな。暑い暑いけど、これが気持ちいいのさ。はい、わずかに溢れる湯。いいっすね。はい、監視中さんのね独自厳選でございます。香り的にはね、菊漬け油臭系ではあるけど、赤い雪と厳選よりは、あれですね、シンプルな香りですね。ああ、いい香り。モールが強いんじゃないですかね。モール足す、気がつけ、菊漬けの油臭かな。どっちもね、そんなに強い感じなんです。ああ、いい香り。ほんのりだよ、ほんとにほんのりモールだよ、ほんのりモール、ほんのり油だ。ああ、いい香り。まあ、モールの方が立ってるんじゃないですかね。はい、ということでね、いいっすね。で、結構ね、成分表見たらメタ計算も入ってるみたいなんですよ。いや、でも俺43度あるわ。おぉ。まあ、それも楽しみでございますね。じっくり堪能してまいりましょう。監視中さんですっかり寝てしまいました。遅刻気味ですが、監視中さんから徒歩700m、鳴子温泉郷に来たら東鳴子温泉焼肉八丁に本日ダイブしたいと思います。あー、寝坊寝坊足ります。遅くなりました。さあ、チョビする水割りいただきましょう。すっきり、そしていつものナムル盛り合わせですよ。わらび、しっかり味付け、酸っぱくて美味しい。生酢めちゃめちゃ酸っぱくてうまい。ほうれん草、このは比較的優先でうまい。あ、本当に豆もやしうまい。15本です。はい、さあ今日はそこで、ニセラがすぐ来ました。生ラム塩と鶏もつ、鶏肝塩ですね。ということで、まず鶏肝からいただこうかな。これ隣の、今日カウンターは私しか今いるとこいないので。来ますよこれから。はい、もちろん、外の電気消えたんでそれは分かっているんですが、先にどっちの方ここの線までね。あ、了解です。はい、はい、半分まで使えというね、マスターの次から来るお客さんのことだけを考えた、ありがたい、次のお客さんに対してだけありがたいお言葉ですね。はい、焼いていきましょう。さあ、取り木も焼けたと思います。カテカの取り肝だよ、本当。いただきましょう。あ、うまっ。なるほどな。まあ、ジン君が置けば文句は言われねえな。うまい。俺言うと、もう何言われるかわかんないからな。ほんとうまい。そして、ちゃんと玉ねぎを焼いて、ハツも焼いちゃいましょうね、ハツ。ハツ、ハツ、ハツ。なるほどな。焼けました。びっくりしました。汗かいてたかと思ったの
汗かいてにじんでたから思った。もうなんかまた来てるしさ、これさ、これ子供ピーマンだよね、さすがに。これが、あの、日から友達だったらやばい。さあ、ガシガシといただいておりますか。子供ピーマンらしくものが焼けたかな。玉ねぎ来てます。ああ、ちょっと。子供ピーマン焼けてます。いただきましょう。子供ピーマン。塩コショウしてます、うんうん、ほとばしるピーマンのエキス。ピーマンは語源はフランス語の唐辛子です。おーうまい。では鶏きももをいただいたので、次は生々しを焼いていきましょうね。生々しを、いただきましょう。昨日福島からの人は帰ってきましたね。うん、高湯温泉。山中すぎる、うますぎる、とろけすぎる。最高にうまい。今日特にうまいんじゃないかな。え、何ですか。ありがとうございます。さあ、今回多分私来だして、18年ぐらいですけど、17年か、あの 初めてなんですね。3回目ですね、頼むね。牛ホルモン、はい、いただきましょう。そんなもん。うん、はい、3回目ぐらいと思います。お待ちくださいね。やばい、この油が晴れてくるよ。はい、やっぱりあの牛ホルは油の塊なのでね、まあ、どんどんちっちゃくなるというね、それが美味しい。いただきましょう。テカテカ。この残った部分はコラーゲン感が強いね。うん、米沢実はあの博多の名物のね、牛ホルモン の鍋、あのこれの塩しただけのやつを上に乗っけて焼くやつですけどね、あれってまあ美味しいと思いつつもそこまで好きじゃないですけど、こっちの方が美味しいと思うな、このタレの。お店行ってる。さあ、つい鶏肝もう一個頼んでしまいました。で、あのマスターが騒いで、さっきのは普通だったのに、これでかいって言っていたけど、確かにそうだよね。あのまあ切って量は同じ、ほぼ同じだと思いますけど、明らかにでかいもんだ。焼きましょう。そしてなんかね、宮殿、初のこれ初の方がなんか、ね、宮殿旅館さん、治安院鶏の月があの大変だってことなんで、あの来月師匠と来た時にね、やばいでしょ、これを。あのあそこね、クマ普通にいますからね。適当な方がいて、あの来月はちょっと治安の処理してないのをいただきたいですね。ブリカマと思われるものが置かれました。もういいかもしれない。もうその皿に乗っけてもらって、あのもうね、2皿目のあのね、鶏肝ももう食べちゃいましたよ。美味しすぎた。そしてこれを上回る何かを期待したいな。あ、なんかまた来たよ。これ山イバナですか。さあ、まずブリからいただきますかね。もうテカテカすぎてやばいです。でなんかそもそもこの動画を撮りながらこのロースターすぎて切り分けるなってなって。あ、うまい。うん、洋食でもめっちゃうまいですわ。ほんと。あ、うん、そして、ヤマメですか。あ、これも美味しい。あ、美味しい。ありがとうございます。やっぱりどうでした。八丁さんは最高の魚介店だっていう師匠の見立てを正しいね。
ありがとう。そんなぎしょっちゅう、からちゃいね。わかめスープ10本入り、今日、リベンジで頼みました。コンディションがそこまで良いわけじゃないですけど、正直。黄色い唐辛子。そうですね、黄金唐辛子ですね。ということで、さあ、ね、以前、これで、投了しましたけど、あれはでもね、ルドルフさんで飲むために投了した面もあるので、今日は頑張って完食じゃなくて、完飲したいと思います。いただきまーす。東鳴子温泉焼肉八丁さんの、わかめスープイエロー唐辛子2023年版10本入り、15分弱完食、ごちそうさまでした。やっとリベンジできましたね。以前、ギブアップしてしまいましたが、ルドルフに行くためにギブアップしたって強がり言ってたんですけど、今日は、ルドルフに行けないので、でも辛い。こう正直この木立ち系の辛さが、ここまで口の中、今もう食後6分ぐらい経ってますけど、これで残るってのはすごいですね。いい激辛に巡られて、マスター、ありがとうございます。てか、マスター何もしてなく、栽培しただけですね。ジン君が刻んでるんで、大変なのはジン君。ごちそうさまでした。